いどうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トゥイストゥイスタイムス12カッコトロールということで、2回2回時間12ですね。いやごめん、今日の訳し方はマジでわかんない。これどういう意味なんだろうね。そしてサムネがねぷくぷくなんで、大量の魚が仕掛けられてるんじゃないんでしょうか、このコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42% でさ、今福岡の方珍しく雪が降っててめっちゃ寒いんだよね。気温2度。いや東北の方とかからしたら気温2度とかそんなことないじゃんって思うかもしんないけど、福岡の方からしたら気温2度ってめっちゃ寒いからね。いやちょっと待って待って待って、何なんだこのキノコの量は。落ち着けってどっち取っていけばいいの。そしてこのリンクとキノコ、一旦キノコのまま行ってみる。これが正解なんかな。そしてこの、いやまだ戻ればワンチャンあるって僕信じてるよ。開幕マスターソード。そんでさすがに今日暖房入れながら実況してるね。いつもね喉がやられるからね暖房つけてなかったんだけど、今日はマジでつけてる。そんくらいぐらい寒い。気になったんだけど、上ゴースローって書いてるじゃん。ゆっくり行けっていうことだよね。だから上の文字信用していいんじゃない。ここゆっくり行くことによってキノコが取れたじゃん。そして次もなんか書いてたんだけど、ゴースローはもっとゆっくり行けってこと。じゃあここで一旦待ってたら何か起きるみたいな。やめておけピオキング、きっと何もないから。そしてここは50コイン化したか。50コインの方信用してみようか。もう50コインの方信用せざるを得なくなったな。頼む50コイン、何か起きて。そういやさ、自分自身でもすげえなって思うことがあるんだけど、福岡の方って夜でも気温0度ぐらいになるのよ。それでも僕パンツ一丁で寝てるね。いやすごくない。いやただのバカなんかもしんないんだけど、キノコ様、今日のトロールコースめっちゃワクワクするんだよね。後で爆笑させてくれるような罠が待ってるような気がする。今日僕のトーク力はねもう壊滅的に終わってるから、だから罠に期待しよう。もうそれ以外はないよ。ここのコイン叩いていいのか。すげえ怪しいな。一旦叩いてみるか。なんかねゲーム実況とかやってるとさ、いろんな言葉が知りたくなるのよ。もう語彙力とかはねどういうとして、もう言葉のレパートリーを増やしたいって言えばわかるかな。もうそういう人間になりたくて、言葉の4次元ポケットピオキングって今度から言われたいね。バレーフューチャリングアダー。言葉の4次元ポケットっていうより僕はもう絶叫の4次元ポケットだね。いやダメだけど、ちょっとミサー、ここ隠しブロックあってくれるで、ね、助かった、すげえ助かった。そしてここでさっきと同じ場面だね。うわどうしよう、次は一旦右にダッシュしてみる。それで合ってる。オッケーオッケー、熱い熱い。そして次はオンオフをして一旦何もしないでみようか。それで合ってるよきっと。はっ、抜けます。みんなもうすぐクリスマスだね。何する。彼氏とか彼女いない同士で一旦僕のライブに集まんない。俺人はさブロックしとくわ。来させられないようにしとくから。みんなで集まろうよ。まあライブするかわかんないけど、するとしたらあの実写ライブをすると思います。さあここは上に行っていいのか。いや一旦嬉しいよ、しようか。頼む。いやまだ全然あるよ。あのボム兵が何かしてくれるはず。やだやだここの罠めちゃめちゃ好きだったかもしんない僕。じゃあここも何もするなっていうことでしょう。え、また同じ画面かな。うわ左と右どっち行く。僕は50コインを信用したいと思います。頼む今度こそ。え、あっている出ない、来ないで。もう騒ぐのやめるわ。そろそろいいやろ、騒がなくても。ここは普通に長官ポイント取らせてくんないね。え、やっぱ右で合ってたの。なんかそんな感じだよね。じゃあさ、ここ右行ってすぐ扉に入れっていうことなんじゃない。さっき砲台が出てきてやられたけど、これ入れるんだね。どうだ、ありがとう。まあまあこれで無事中間ポイント1取れたね。さっきも言ったけどガチめな話、今日マジで絶叫なしで行こう。めっちゃ乾燥してて今暖房ガンガン入れちゃってるから相当乾燥してるんだよね。だからこれ以上やっちゃうと僕の喉がやばいっていうか、このだけじゃ。さあ今の絶叫で最後だね。今年最後の絶叫になります。嘘です。じゃあここでオンオフをして次はどうしようか。一旦右にダッシュしてみよう。話そう。さあ今オンオフした時にね、なんか出てきたのが見えちゃうんだよね。あ、スーパーボールフラワー。でもこのスーパーフラワー様、展開が早い。全然ついていかない。見てる方みんな大丈夫かな。うん、僕は大丈夫じゃないです。よし気を取り直して、もうちゃんとやっていかないわ。ここ左の方で待っておけばフラワーが出てきたでしょ。このフラワーを取って、まあどうなんだろうね、一旦これで、あーどうせチビにならなくちゃいけないのか。そしてオンオフを変えて次は何もしない。頼む、待ってて。え、
あ、ここ隠しブロックがなんかあったんじゃない？下からツタが出てきたってことはさ、そして次ここをもう一回叩く、信用するぞ。ザコは引っ込んでろ。いや面白い、こうなりゃ同じ場面あったら全部叩いてやるわ。ただ全部警戒する、もう今んとこ全部引っかかってるもんね。次は何もしない。ペンペレペンペレペン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 。じゃあここは何もしないですぐ見に行く。ちょっと、いやまだ全然大丈夫だよ、あの骨には引っかかりませんでした。そしてここの氷を溶かして、次はどうしようか、オンオフ一旦してみる。何もない。じゃあ一旦このままダッシュして右に進む、そして右側のオンオフして、また何もしない。頼む。正直なこと言っていい？早く上のコインが叩きたくてたまんないんだよ。ここ絶対何かまた面白いことしてくれるんじゃないの。頼む、何が出る。え、なんか上に行けないんだけど、ほらほら、え、何か罠を仕掛けてきてくれよ。面白い罠を期待してたのにさ、何もないなんて。ちょっと待ってよ、そこに仕掛けがあったのね。もう手加減は終わりだ、制作者よ。ここから先ちゃちゃっと進ませて、チェックポイント2まで取らせてもらうぜ。ここでブロックを壊して。今絶対やられたと思った。そしてドカンか50コインか、一旦50コインの保身をしてみるか。これで合ってんじゃない。うわ、あのドカンはドカンで気になるな。今度こっちは、うわ、また同じボタンか。なんでやられた。さあ下が気になるところ、この下入ってってみようか。こっち何があるんだろうね。知ってる。え、ここマジで分かんないんだけど、右にダッシュしろってこと。あー、クッパクラウンに乗ってやられたんだね。ってことはそこをジャンプ連打しとけばいいんじゃない。オッケーオッケー、なんかカロの甲羅入ってたね。いや近い近い近い、じわじわ来るな。隠れてないんだよ、その手短すぎて。目を隠せ、目を、頭じゃなくて。じゃあここのオンオフは一旦して、何もしない。今度はそれでいい。鼻身打ちにあったね。つまんねんだよ、なんで鼻打ちって。そんなんいいからさっさ進めろ。ここはオンオフをする、そしてすぐ左に行ってキノコを取って、このダブル花を抜けろっていう感じだね。そしてここのオンオフしてどうしようか。次はすぐ上に逃げる、これで合ってんじゃない。オッケーオッケー。そしてまたこの場所でな、次は叩いてみようか。何が出る。うわ、何か嫌な予感しかしね。頼む。いかボクサー、全部ここで引っかかってるけど、最後は絶対ここが鍵になると思うんだよね。最後あそこで信じてゴールできるみたいな、それを僕待ってるんだけど、いつ来るんだろう。いやちょっと待ってってパン様よ。いやこれもう一回やり直し聞く。いやオンオフが変わったけど、どうなんだろうね。このままもう一回右ダッシュしたら、バックじゃん。じゃあここは右を心配しないで、何もしない。そしたら、あー、パンブロック壊してくれんのね。そして左バブル落ちてきたね、当たらなかったよ。そして今度はオンオフをして、何もしない。塩やじ止まりのカルパッチョ。カルパッチョはマジで意味わかんなすぎでしょ。もうネタ切れない、ネタ切れ。じゃあここは右押しパレいいんでしょ。ダメです。まあまあ右に行くところまでは合ってる。ちょっと僕が右に行きすぎたね。いや違うんだって。なんでここでジャンプしたんだろうね。右に走れば進めるのにさ、ここはオンオフして、今回は何もしない。え、合ってんのかこれで。やめんか。ここ何もしないでいいってことだよね。そしたらオンオフ変わって、ここだ問題は。次は何が起きる。楽しみにしてるぜ。頼む。いや、この状態でバックダウンで壊して先に進めっていうことなんじゃない。いや絶対やってる、絶対やってる。いや今回は正解したんじゃない。頼む GG。 多分ね、このリンクがないとゴールできないみたいな、そんな感じだと。やったぜ。本当にゴールさせてくれるんだろうな。いけーさあ。いや、やっぱり最後は正解っていうことだったね。絶対そんなん来ると思ってたもん。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオジャンプ1ということで、サムネを見る感じで針が4つ設置されてあるだけなんだけど、僕にはもうわかる、このコースがめちゃめちゃ難しいということに。クリア率から見てもそうなんだけど、こういうシンプルな針ゲーがとてつもなく難しいのよ。まあ動画映えはしないですね。さっさと閉じて次の動画行きましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.52%。 まあゴール条件もなかったし、ただただジャンプして針を抜けろっていうコースだと思うんですよ。始まってしまったな。あ、なんやだ、もうやめて。
もうこういうのが本当にめっちゃめっちゃきついんだよね。とりあえずさ、いやどうしよう、一旦一番右行ってこっから U ターンして行ってみようか。やっぱこうなるよね。まあたったこんだけでも何かしら攻略法があると思うんだよね。とりあえず一番右から走って U ターンはダメだったから、こっから行ってみる。こっからジャンプして右。うわーダメか、やっぱりちょっと勢いついてないとダメなんだろうね。じゃあスタート位置から右にダッシュしてジャンプしてみよう。多分ね、スタート位置からダッシュしたらダメだと思うんだよね。おそらくこっから S 字を書くような感じで行かないと、この左があるじゃん、上の左の方、この針に当たってしまうから、だからここでジャンプして左押して右みたいな、多分それで抜けると思うんだよね。ちょっと言ってることわかるかな。わかりやすいようにちょっと詳しく説明するね。ちょっと見てて。スーパーウルトラローリングミラクルサンダー。さあ多分今ので99人中99人は理解できたんじゃないかな。だからこの辺から走るじゃん、そしてジャンプ左右みたいな、多分それをギリギリでやってったらゴールできると思う。初めからそうやって言っておけ。スーパーローリングサンダーの下り全くいらなかったよ。くーおっしゃ。まあこんなね、動画映えはしないコースちゃちゃっとクリアしていこうじゃない。はいダメー。パランパンパランパ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 ランパ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 ン。どうやら私の必殺技を見せる時が来たようだな。58年間温めてきた必殺技を解くと見よう。ヒゲスーパーウルトラミラクルムーンウォークサンダーウォーク。さあとかないよね。現実逃避に走っちゃって、アイテムがあったら簡単にクリアできるのに、こんなコースよ。助けてピヨイモン。しょうがないな、ピヨタ君は。バネー、このバネやれば簡単にゴールできるでしょ。ありがとうピヨイモン、このバネがあればゴールできないよ。ふざけるな。今のわざわざ作ったのにさ、同じコースバーでクリアできないっていうね。じゃあ自力でクリアしよう。もうビヨイモンなんかに頼ってられないね。あいつ使えんばい。集中モード。なめるね、僕は喋らない方がクリアできるんだ。それを証明してみせようじゃないか。いや、こういうコースってさ、急に行けたらめっちゃびっくりするよね。いやでも無事ゴールできてよかった。本当に難しかった。ぜひ一回はやってみてほしいね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。実況者なら余裕だよね。絶対に P スイッチを踏んだらいけないよというこのコース。なんと説明文にですね、有名実況者なら一発でクリアできますよねって書いてるんですけど、すいません、有名じゃないで一発でクリアしないでもいいですよねって言いたいんですけど、自分は有名実況者だと思い込んでこのコースを一発でクリアしていきたいと思いますよ。ガチでやるからマジで見てって。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.59%。 そして僕はこの制作者さんに聞きたい。アーニャ、マリメ好きって書いてるでしょ。アーニャとマリメどっちが好きなんだろうね。同じぐらい好きとかダメだからね、どっちかしか選べないよ。さあここガチで一発でクリアしていくよ、マジで見てて。いや違うんだって。マジでバンミスした。今のは見なかったことにしといて。何やってんの。真面目にやろう。ここ結構難しいかもしんない。ここはジャンプして右に勢いつけていってみるか。こっからガチでやっていく。本当に申し訳ない、無様なところを見せしまう。いやー難しいわ。やっぱ有名実況者じゃないと一発でクリアできないみたいです。こういうのはね、もうこうやって早くちゃちゃっといけばいけるはずなんだ。あの良いね。ちょっと待ってもらっていい。僕こんなに下手くそだったっけ。もうちょっと自分で上手いと思ってた時期はあったよ。もう最近までそう思ってた。ていうか今の今までそう思ってた。オッケーオッケー。さあ中間ポイント無事取れたね。そしてここも地味に、やっぱそうなるって思ってた。一つだけ言い訳していい。これ左向きになるだけで難易度がめっちゃ上がるわ。なんでだろうね、やっぱいつも右向きでマリオやってるからかな。だから左向きになったらめちゃめちゃやりにくいんだよね。これね、やったら分かる経験だと思う。じゃあここはバネに乗ってジャンプ、オッケー、うまい。そして次はここでジャンプ、はい次も落ち着いて、うん、いい感じで落ち着いてる。そしてここでドアに入って P スイッチがいっぱい並んでるところに来たね。ここはうわぶつけ、あそこまで綺麗にジャンプしろってこと。 P 踏んでもいいんじゃない別に。なんでここ、あっはー、うわビビらせやがってこの野郎が。まあまあ無事クリアできました。あの隠しブロックすごいびっくりしたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そして
ディオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。